はい、すいすいプロジェクトのちんです。皆さんは日本で一番有名な障害者と聞かれたら誰をイメージしますか？おそらく多くの方がこの人、音竹博忠さんを想像するのではないでしょうか。そしてこの音竹さんの新しい本が今月11月1日に発売されました。タイトルがね、獅子奮迅というものなんですが、僕もね、発売してすぐに、購入して読ませていただきました。で、読んですぐにですね、もうものすごく感動しまして、今ね、その感動した勢いでこの動画を撮っています。その感想を一言で言うならば、今ね、人生の歩み方に迷ってる人に対する、なんだろう、ヒントというものがたくさん詰まっている本です。で、僕自身もこの本を通じてたくさんのことを学ばせていただきました。ということで今日は、僕がね、この獅子奮迅を読んで学んだこと、そして皆さんにぜひこの本を読んでほしい、その理由についてお話をしていきたいと思います。では行きましょう。すいすいプロジェクト。はい、ということでね、今日はこの獅子奮迅の感想動画というか、もはやセールストークみたいな感じになるんですけども、前半はね、まずこの本の概要について説明をしていきたいと思います。そして後半では僕がこの獅子奮迅を読んで学んだこと、それを中心にね、お話しできればというふうに思っています。ではまず本の概要ですね。まず著者の音竹さんなんですけども、まあ僕がね、ここで説明することも必要ないぐらいとても有名な方なんですが、生まれつき両腕と両足がないという先天性の四肢切断という障害を持って、生まれてきました。で、大学3年生の時に有名な五体不満足が600万部を超える大ベストセラーとなって、一躍時の人となりましたよね。そしてその後はスポーツライターや小学校の教員、あるいは保育園の経営など多方面で活躍をされています。そして皆さんの記憶にも新しいんですけども、2016年ですかね、女性関係のスキャンダルで世間からもう大バッシングを受けましたね。その後、紆余曲折を経て現在はまた、メディアを中心に活躍をされています。そして今回のこの獅子奮迅の本なんですけども、内容としては現在音竹さんが取り組まれている義足プロジェクトの全貌が綴られています。まあ、簡単に言うと、両腕両足のない音竹さんが義手と義足をつけて二足歩行に挑戦する、そういったプロジェクトですね。まあ、テクノロジーの進歩で生まれた義足というものをつけて、まあ、歩いていく中で、感じた壁であったりとか課題を、まあ、プロジェクトの仲間と一緒に乗り越えていく、そんなプロセスが描かれています。で、今実際にね、こちらに、本があるんですけども、結構分厚い本なんですけども、あっという間に読み終えました。で、読んだ感想として、音竹さんに対するイメージが僕の中で少し変わりましたね。まあ、これまではね、何でもそつなくこなす音竹さんっていうイメージだったんですけども、この本の中ではもう泥臭く地道に努力している、でもかっこいいな、そんな印象でした。そしてこの本には、なんだろう、人生で迷子になった人たちへの処方箋、それがたくさん詰まっている本です。ね、生きていく中で、自分がこれからどう生きていけばいいんだっていう課題っていうものは、まあ誰しもがね、一度は感じるものですよね。で、まさに音竹さん自身も、その2016年のね、スキャンダルを一件に、まあこれから人生の歩み方について、まあ、悩まれてたんですが、そこからね、ある目標に向かって歩んでいく姿、そこから僕らが学ぶことっていうのはたくさんあるなというふうに感じました。で、僕自身はね、中途障害ということもあって、まあ、もともと健常者だったんですよね。で、大学生の時に障害を負って、まあ、現在に至るんですけども、その、今に至るまでのプロセスで、共感する部分っていうのもたくさんありましたので、ここからは僕がこの獅子奮迅を読んで学んだことを、まあ、なるべくネタバレをしないように、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、ではここからね、僕の学んだことを紹介していくんですけども、4つのことを今回は感じました。一つずつ見ていきたいと思います。まず一つ目は、挑戦こそが人生を豊かにしてくれるということですね。これはこのプロジェクトを始めるきっかけのところのエピソードです。3年前のスキャンダルがあって、音竹さんのね、イメージというのは一変しましたよね。まあなんだろう、ゲスな音竹さんっていうところにフォーカスを当てられていて、まあそれに嫌気をさしたね、音竹さん自身は一度活動の拠点を海外に移されます。
まあ世界中をね旅しながら、まあいろんなことを感じられたんですが、まあその中でね、異国で悠々と生活をしていくことに少しずつ疑問を抱くそうです。そして最終的にはもう毎日が退屈になっていくというふうに綴られていました。そして日本にもう一度戻ろうかなと思ったタイミングで、まあある人からのメールが届くんですね。それがこの義足プロジェクトの発起人でもある義足エンジニアの遠藤健さんからのメールでした。でそこにはこの義足プロジェクトの予算を獲得することができたので、乙武さん一緒に夢に向かって歩みませんか、そんなメールだったんですね。そしてその遠藤さんとのね出会いをきっかけに、まあこのプロジェクトへの挑戦がね少しずつ進んでいくんですけども、まあ、挑戦する過程はね正直読んでて大変そうだなというふうに感じました。でもそれと同じぐらいねとても充実していて、まあ、楽しそうだなっていう、そういった感想も同時に思いましたね。でここで僕が思ったのは、まあ人生をね良くしたい時に自分が立ち止まっていても何も変わらないんだなということを感じました。ね、どうしても今より良くなればいいなって思うことはあるんですけども、それをね例えば誰かに求めたりとか環境にね求めていてもいつまで経っても変わらないんですよね。自分の今の景色を変えたいのであれば自分自身が動くしかないんだなっていうことをこの乙武さんの挑戦から感じました。で僕の経験を振り返ってみると、まあ事故でね車椅子生活になってもう一度大学に復学する前っていうのはもう正直家に引きこもってたんですね。であの時はもう自分の人生が少しも良くなればいいなって思うだけで正直何も行動していませんでした。で一歩を踏み出すのは怖かったんですけども、大学に復学してみて、でもう一度車椅子で社会に出てみると自分の世界がいろいろ広がって現在に至るんですね。でその経験から踏まえても、やっぱり自分の人生を良くしたいんだったら自分自身が動かないといけないんだなっていうのを改めて認識することができました。はい、二つ目の学びは、地道にコツコツ頑張ることが一番の近道ということですね。今回のこのプロジェクトはネットニュースなんかでも結構取り上げられてましたよね。例えば義足をつけて乙武さんが10メートル歩いたみたいなことが報道されていましたが、この報道だけを見ると何だろう、ああ何でも乙武さんやっぱできるんだなと思ってしまいますよね。まあ要は僕らがメディアを通じて見てる部分で華やかな一側面だけなんですよね。で実際にそこに至るまでの道のりっていうのをこの本で読んでみると、本当に地道な努力を積み重ねてきたんだなっていうのを、実感することができます。例えば乙武さんがねトレーニングの一環として、自宅のマンションの階段を、まあ、1階から30階まで登るみたいな、そんな地道なトレーニングをしているというふうにも書かれています。他には本の中で乙武さんがねコツをつかむっていう記述が何回かあるんですが、それもね突然できたわけではなくて、日頃の地道な努力を積み重ねてきたからこそある日ね何かのきっかけでコツをつかんでるんですよね。こういったエピソードからやっぱり何かをね成し遂げるときにはやっぱり地道にコツコツ頑張ることが大事なんだなというふうに感じました。でこれもね自分の経験に落とし込んでみると、僕らがね抱えているこの頸椎損傷っていう障害のリハビリって、まあ、正直すごい地味なんですよね。最初の頃なんかは首から下が全く動かなくて、車椅子に座ることもできなかったんですよ。それこそねベッドを起こしたらすぐ失神してしまってたので、毎日ね少しずつベッドを起こせるようになるみたいな、そんな地道なリハビリをしていました。何かね成果を上げてる人を見ると、僕らってついついねあの人だからできるんだろうなとか、あの人は才能があるからなっていうふうに思ってしまうんですけども、そういった人こそねまさにコツコツ努力を積み重ねてるんだと思います。三つ目の学びは、仲間の存在が何よりの支えになるっていうことですね。これまで乙武さんって30冊近くの本を出されてるんですけども、今回のこの本の中ではプロジェクターのメンバーのことが結構詳細に書かれてるんですよね。例を挙げると、義足エンジニアの遠藤さん、義肢装具士の沖野さん、そしてデザイナーの小西さん、理学療法士の内田さん、そしてマネージャーの北村さんですね。本の中ではこの5人の方の経歴がものすごくね細かく描かれています。そして、これを読むと、乙武さんのこのプロジェクトにはたくさんのプロフェッショナルの方が関わっていて、チームとして取り組んでるんだなっていうことがわかります。そして印象的だったのが、乙武さんがこの5名の方に対する尊敬の念と感謝の気持ちっていうのが所々に綴られているんですよね。例えば本の終盤のところでは、
誇らしいチームだと思う。彼らの存在なくしてとてもここまで来ることはできなかったっていったことも綴られています。でこれらのエピソードはね、正直僕結構心にずしっときましたね。というのも僕何かうまくいった時って、まあ、ついつい調子に乗っちゃって自分一人の力でやったっていうように思いがちになってしまうんですよね。でもそれって改めて考えてみると、自分一人の力じゃなくて周りに支えてくれる人たちがいるからこそできるんですよね。例えば今ね、僕車椅子で仕事してますけども、これ仕事ができるのも、家をね支えてくれる妻がいるし、あとは日常的にね、僕の生活を、支援してくれるヘルパーの皆さんもいます。多くの方の支えがあって今自分が生活できているっていうことを忘れてはいけないなっていうのを、このエピソードから感じました。改めてね、自分が何かに挑戦するときには仲間であったりとか家族の存在が、支えになるということを、忘れずに生きていきたいですね。はい、では最後4つ目の学びですね。4つ目は、覚悟を決めた人間は強いっていうことですね。これはね、本を読んだだけではなくて、実は僕ね、今年の4月に乙武さんと実際にお会いしてるんですね。クラウドファンディングの、特典の一つで、乙武さんのね、誕生日会に、呼んでいただきました。で、その時、初めてお会いしたんですけども、お会いしてね、やっぱ何とも言えないオーラっていうものと、目の力の強さっていうのを感じたんですね。で、その時は、やっぱ芸能人であったりとか、有名人っていうのは、もうこういった感じなのかなっていうふうに思ってたんですけども、今回ね、この本を読んで、ちょうど僕がお会いした時期に、乙武さんがどんな心情で、このプロジェクトに取り組んでいるのかっていうのを知った時に、ああ、なるほどなっていうふうに思ったんですよ。というのも、今年の4月っていうのは、ちょうどこのプロジェクトが動き始めて1年が経過したぐらいで、ちょうどね、一番辛い時期だったみたいです。例えば、クラウドファンディングのお礼の一つとして、公開練習会っていうのをされてるんですけども、その練習会のね、終わった後に、乙武さん一度、義足をつけた状態で転倒されてるんですよね。まあ、周りの支えがないまま、前にバターンと倒れて、肩を強く打った、そんなエピソードが描かれていました。まあ、他にもね、なかなか、歩行の記録が伸びないって、まあ、そういったね、悩むこともあったそうなんですが、そんな中でもプロジェクトに対する覚悟の強さっていうのを僕は感じたんですね。まあ、どういうことかっていうと、今っていう現実から逃げずにね、自分にできることを淡々とこなそうとする、そういった姿勢がこの本の中では描かれています。で、僕人間ってね、言い訳の天才だと思うんですよね。まあ、できない理由を探すのって簡単じゃないですか。で、特に乙武さんの場合っていうのは、まあ、両腕両足がないし、しかも歩いた経験がない中でこのプロジェクトに挑戦してるんですよね。うまくいかない時に自分の障害を言い訳にするなんて簡単なことなんですよ。でもそれは絶対にされないんですよね。で、自分が抱えている課題を理解した上で、できることを一つ一つ取り組んでいる姿から、僕はこのプロジェクトに対する覚悟、それをね、強く実感しました。で、僕が実際に4月にお会いした時のあのオーラであったりとか、目の中の強さっていうのは、そういった考え方から生まれてきたものなのかなっていうふうに思ったんですね。で、この覚悟の強さっていうのは、今僕自身にも足りないことかもしれないですね。まあ、自分の障害を理解した上で、何ができるのかっていうのを考えて、まあ、毎日過ごしていくことが大事なのかなっていうのを、まあ、今回のこの本と、あとお会いした時のエピソードから、実感しましたね。はい、以上がね、僕がこの本から学んだことなんですけども、最後にね、皆さんにこの本をおすすめしたい理由についてお話ししたいと思います。この獅子奮迅という本は、おそらくね、読み手が今抱えている悩みとか課題によって、響く点が違うと思うんですよね。というのも、この本には、人生を豊かにするためにこういったことに気をつけていきましょう、っていったノウハウが書かれているわけではなくて、乙武さんのこのチームとしての挑戦が、赤裸々に綴られているんですよね。まあ、その時に乙武さんが感じている悩みとか、それに対してどう向き合ったか、そういった人生の本質がここには綴られています。なので、今の僕の生活を踏まえてね、この本を読むと、先ほど述べた4つの学びがあったんですけども、おそらく皆さんが読むとまた違う感想があると思いますので、今より少しでも、この生活を良くしたいな、そんな気持ちがある方はぜひこの本を一度手に取ってみてください。で、もしよければ読んだ感想をこのコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。
一応この動画の概要欄にこの本のリンク先を貼っていますので、よかったらそちらからご覧ください。はいはい、いかがでしたでしょうか。今日はね、乙武さんの新書獅子奮迅に関するテーマでお話をさせていただきました。まあ本をね読み終えたその感動の勢いのまま動画を撮っているので、ちょっとね尻滅裂な部分もあるんですけども、まあ、僕自身この本に出会えてすごい嬉しいですね。そしてやっぱ乙武さんってやっぱすごく魅力的な人だなっていうのを、再確認しました。まあ、それと同時に乙武さんに負けないぐらい、僕自身も努力をしていこうと思います。まあ、今回のようにね、皆さんにおすすめしたい本であったりとか映画っていうものも、この動画を通じて、お伝えしていこうと思いますので、もしよろしければいいね、あるいはチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チンでした。バイバイ。